はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、4月ももう終盤になりまして、2021年4月のベストバイですね、買ってよかったものを紹介していきたいと思います。毎月多いですけど、今月もですね、ガジェット関係が結構多くランクインしてきましたので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。では行ってみましょう。はい、ということでまず第5位からいきたいと思います。第5位がですね、こちらになります。こちらがですね、動画でも紹介したんですけども、シャンリンの M3X っていう、こちらダップになります。デジタルオーディオプレイヤーですね。こちらをですね、今回購入しまして、レビューをしてからですね、妻にもうすでにプレゼントをしました。で、今ですね、もう使ってもらってるんですけども、非常にこれ満足度が高いぞというところで、今回ですね、こちらにランクインとなりました。今回なぜこれを買ったのかっていうと、まあ、うちの妻もですね、この音楽を聴くのが好きだったので、このデジタルオーディオプレイヤー使いやすいものを一つ買ってあげたかったっていうところがあって、まあ、今回こちらをですね、購入いたしました。まあ、レビューの中でも詳しく話しましたけど、 Android が搭載されてますので、この Spotify とかを使うことができます。まあ、ストリーミングサービスを使ったりもできますし、 SD カードを入れてですね、手持ちの音源をもちろん楽しむこともできます。もちろんね、 3.5mm のオーディオジャックとバランス接続 4.4mm の端子もついてます。有線でしっかりと音楽を楽しむこともできるし、無線でね、ワイヤレスで楽しむこともできます。で、動作も基本的に普通にね、問題なく動いてくれますし、音質ももちろん良くて、で、さらにですね、バッテリー持ちが結構いいんですよ。これ、まあ初日でもね、結構体感したんですけども、放置しといても、勝手に放電とかがなかなかされないようになってまして、まあある程度ですね、このダップの中ではバッテリー持ちが結構いい方なんじゃないかなっていう印象です。っていうところもあって、総合的に使い勝手もいいし、非常にこちらはですね、完成度の高い、ダップになってました。こちらが購入価格は約3万8000円ぐらいですね。コスパもかなりいいですし、お手頃価格で高音質で楽しめるっていうところで、非常にメリットがある端末かなと思います。こちらが第5位ですね。次ですね、第4位になるんですけども、第4位がですね、もう単発では紹介してないんですけど、まあ、ちょこちょこですね、動画の中でも使ってますっていう感じで紹介したことがあるんですけども、はい、次紹介していくのはこちらですね。これドリップのフロアパックでございます。はい。ちゃんとこの動画で、ね、紹介するのは実は初めてかもしれないんですけど、これですね、3月下旬ぐらいにですね、届きまして、それからですね、まぁ、ちょっとお出かけしたりとか、ちょっとこの撮影行ったりとかするときに、ほぼ毎回使ってるんですけど、めちゃめちゃ気に入ってるんですよ。この渡辺の家で、よく使うバックパックを置いとく場所といったらですね、ここなんですよね、ここ。はい、ここにかけるところがあって、ここにかかってるのが今、メインで使ってるバックパックになるんですけど、ドリップのフロアパックがここにかかっています。で、簡単にですね、渡辺的な使い方ですね、紹介していくんですけど、まず一番上ですね、ここにチャックがあって、ここをこう開けますと、まあ、中にはこんな感じでちょっと財布がね、入ってるんですよね。よく取り出すものとかをですね、こう入れといて、財布とプラスアルファの小物とかをこの一番上のここに、個人的には入れてます。もうこれはもう常にほぼここに固定で入ってますね。で、ドリップのフラパックの、まあ、特徴はですね、2階建てになってるんですよね。上の2階部分と下の1階部分でフロアが分かれてるっていうのが特徴ですね。で、2階部分をまずこう開けていきますと、よっ。はい、パカッと。こんな感じでね、開くようになっていて、個人的にはここにですね、カメラとかを入れてることが多いです。カメラをここに入れといて、でも、ここにですね、仕切りがついてるんですよ。仕切りがあるから、ここにカメラ機材をちょっと入れたりとかして閉じといて、で、使いたいときは、ここからパッと取り出して使うみたいな感じにしてます。で、さらにですね、この1階部分ですね、下の部分もこう開いてあげると、はい、こんな感じで1階部分がありまして、ここはですね、まあ、さらに別のなんかレンズとかを持っていくときですね、にレンズを入れたりとかっていう風にすることもあるし、あえて開けといて、何か買い物をしたときとかに、ここにね、余裕を持たしとくっていうこともできますし、まあ、フリースペースとして使ってます。基本的に上に自分はカメラを入れることが多いですね。あとは個人的にはここにミニ三脚とか、まあ、カメラアクセサリーとかを入れて持ち歩くことも多いです。これ2階建てになってるんですけど、1階にもできるんですよ。全部のフロアをまとめちゃうこともできて、この中がですね、実はこれ、仕切りがこれマジックテープになってるので、これをギュッと下に
当ててあげるとこの空間がですね一つになります。まあ、より広くですね空間全部を使って物を入れたりっていうこともできるので、まあこれ用途に合わせて使えるっていうのがいいですね。でもちろんですねこっちの、ノート PC とかを入れるスペースもあるので、まあ MacBook だったりとかこの iPad とかをね入れて持ち歩くこともできます。まあところどころですねこのレザーが使われていたりとかするので、デザイン的にもかっこいいですし、こう背負った時のなんというかミニマルさというかすごい軽く感じるんですよね。そこが結構ポイントで、バックパック自体も軽いんですけど、なんかある程度荷物とかが入っても結構軽く感じるっていうところがあって、そこもね気に入ってるポイントですね。割とこの気軽な装備でちょっとお出かけして撮影したい時とか、あとちょっと仕事に行ったりとか、まあ、買い物に行ったりとかっていう時はもうこれでいいんじゃないっていう感じで、最近これをですね使っております。はい、はい、ということで第4位がドリップのフロアパックですね。この幕開けの方で先行販売されていて、今は多分買えないんですけど、まあ、しばらくしたらこの Amazon だったりとかいろんなところで購入できるようになるんじゃないかと思いますので、一般販売されるのが楽しみですね。であと個人的には別のカラバリとかもね欲しいところなので、また新しいカラーとかが出たらちょっと妻用にプレゼントとかね買ったりしようかなと思ってます。はい、で次ですね、次はちょっと撮影機材系になるので少しマニアックになるんですけども、実はこっちのカメラを今ですね、とあるものに載せてます。ちょっとねお見せしますね。はい、ということで今実はですねこんな感じでこういう棒のようなものの上にですね載せていたんですけども、これはですね実は電動スライダーのモザスライポッド E っていうものになります。こちらですね、これを実はね今月購入してまして、実はこのレビューの撮影とかでもちょこちょこ活用しております。はい、でこのモザスライポッド E っていうのは何ができるのかっていうと、電動スライダーなので、要はですねこの上にカメラを載せると、そこからこの棒がですねちょっとずつこう伸びていってですね、要は動きのある映像を撮ることができます。なので商品とかを撮るときとかに手持ちでこう持ってこう撮ったりすると、まあ、どうしてもこう揺れちゃったりとかしてですね、あんまりこのまっすぐね気持ちいい映像にならなかったりするんですけど、この電動スライダーを使うと、まあ、しっかりとこの電動でこう動いてくれるから滑らかにですねカメラが移動して動きのある撮影をすることができます。なんかまあレビューをするときとかに、商品とかを撮るときとかに動きをつけて撮影とかねできるので、個人的には商品レビューするときとかに撮影したりとか、あとはちょっと動きのある撮影をしたいときとかに使ったりしています。アプリを使ってアプリ制御で動かしたりっていうのもできるので、例えば今アプリをこう起動しているときにボタンを押すと、カメラとかこの電動スライダーがそっちにある状態で動かしたりっていうこともできますし、撮影の幅が結構広がるんじゃないかなと思います。ちなみにどういう風につけてるのかっていうと、この下はですね普通のこの、まあ、三脚みたいなやつなんですよ。このベルボンのこれドリーポットっていうね、まあ、一脚になるんですけど、この上にこうありまして、こんな感じで装着してます。はい、まあ、ここがね接点になっていて、まあ、三脚の上とかにつけることができるタイプになってます。でこちらに電源ボタンがあって、ここ長押しで起動するっていう感じですね。でこちらの本体は USB-C で充電して使うことができます。でこちらがですね楽天で購入したんですけども35,000円ぐらいでした。ということで、まあ、ちょっと実はですね初めて電動スライダーを導入したんですけど、かなりこれはねいいです。買ってよかったと思いました。まあ、YouTube やってる方とかこの映像を撮る方ですね、電動スライダーっていうのがあるとかなりですね、まあ、はかどるんじゃないかなと思います。はい、ということで次、今月の第2位ですね。第2位がこちらになります。 Galaxy Buds Pro ですね。これ今月購入しまして、レビューね1本出して比較もちょっとねしてるんですけど、かなりこれね本当に Galaxy Buds シリーズ過去最高傑作、これ間違いないです。はい、非常にこれはですね音質的にもいいですし、ノイキャンも外音取り込みもすごく優秀なものが入ってます。で例えばですねこういうまあものをですね撮るときに、まあ、ちょっとさっきのね電動スライダーの話になっちゃうんですけど、いきますよ。こういう感じのですね映像を撮ったりすることができます。まあこれがねさっきの電動スライダーのメリットになるんですけども、まあデザイン的にもね個人的には結構気に入ってますし、やっぱり音質は今回ですね Galaxy Buds の中で過去最高にですね本当にいい音質になったっていうところですね。まあ高音もくっきり出ていますし、低音のパワフルさもあるし、解像感も高いですし、音質的な部分もかなり向上していますし、ワイヤレス充電も対応しているし、防水も IPX7 と高いです。はい、まあ、イヤホンの外観はこんな感じになってまして、装着するとこんな感じですね。うん、まあ、何よりやっぱギャラクシーとの相性が抜群にいいですね。ギャラクシーだとこの低遅延モードが使えたりとか、この開いただけでポップアップが出てきたりとか、まあ、そういうところもありますので、
まあ、ギャラクシーのスマホを使ってる方はやっぱりギャラクシーバッツプロ、持っとくと非常にメリットは大きいのかなと思います。でギャラクシーじゃない人でも音質、外音取り込み、ノイズキャンセリングとかその辺の優秀さっていうところは変わらず使うことができますので、今回はですね本当に、まあ、ギャラクシーユーザーはもちろんなんですけども、ギャラクシーじゃないスマホを使ってる人でも、まあ、十分使う価値のある、かなりパワフルなイヤホンになってるかなと思いました。ちなみにこちらがですね、ギャラクシー S21 Ultra 5G とギャラクシー S21 Plus の、まあ、購入、予約購入プレゼントになってましたので、予約して買ってた方は、まあ、早めにですね、応募しておくといいのかなと思います。はい、ということで今回の第1位がですね、こちらになります。はい、ギャラクシー S21 Ultra 5G スマートフォンですね。今月はですね、もうこれがベストバイかなと思います。一応今のところですね、このスマホに関連する動画としてはですね、メインチャンネルでこの開封ファーストインプレッションやりましたし、あとバッテリー持ちのチェックと発熱のチェックっていうところもやりました。で、あとサブチャンネルの方で実はもう夜景の検証をやりましたので、夜に撮影してどうなのかっていうところのカメラのテストですね、そちらもすでにやっております。はい。まあその3本上げてる状態ですね。まあ個人的にですね、まあサクッとこの S21 Ultra 5G を使ってみて良かったところを、今のところ感じているところをお話しますが、まずね、ディスプレイすごい綺麗です。はい。発色が、まあかなり良くなったなっていうのを感じていまして、目に入ってくるこの色味だったりとか、まあ写真とか動画を見た時のこの綺麗さっていうのがかなりね、向上したんじゃないかなっていうふうに思います。うん。なんか視認性もだいぶ上がったような気がしますね。今回ですね、明るさが1500ニットとなってまして、かなり明るくなったみたいです。うん、だからまあ明るい環境下でも、まあ、見やすいディスプレイになってますよっていうところもありますし、ディスプレイでこれ嬉しいのが、まあこれ WQHD プラスっていう高解像度のディスプレイになってるんですけど、だけどこの 120Hz のリフレッシュレートに対応してくれました。だから動きがすごい滑らかです。これ今までは Galaxy シリーズ 120Hz ね、去年から対応しましたけども、120Hz にすると FHD プラスっていう1個下の解像度にしないといけなかったんですよね。このノートもそうなんですけども、今までそうだったんですが、ついにですね、高解像度かつ、高リフレッシュレート、滑らかな動きっていうのを両立できるようになりました。あとディスプレイのこの硬さも増したみたいです。まあ、ガラスがさらに強化されたっていうところもあって、まあ、傷がつきにくくなっているらしいですね。あと普段使いで言うと、指紋認証ですね。今回ね、かなり早いです。もう一回行きます。はい。指紋認証失敗することがほとんどなくてですね、まあ、かなり快適になったなっていう印象を受けています。なんかこの、なんかね、失敗しないんですよね。センサーの範囲がちょっと広くなったっていう話を聞いたので、失敗本当にしないし、早くなったなっていう印象を受けてます。うん、まあ、もちろん指紋認証だけじゃなくて、顔認証も使うこともできます。であと、まあ、カメラに関してはですね、いろいろとあるんですけど、まあ、特にすごいのは、まあ、今回のカメラはですね、こう4つついてまして、超広角、メインの広角、それから望遠が2つ、そしてセンサーがついてるって感じになってますが、特に大きく変わったのは望遠カメラになります。望遠が3倍と10倍に分かれたので、まあ、ちょうどいい望遠をね、使いやすくなったなっていう印象なんですよね。今までのこうノートはですね、5倍だったんですけど、5倍ももちろんいいんですけど、やっぱりね、広角からいきなり5倍に行くよりは、広角から3倍に行って、さらに遠くのものを撮りたい時に10倍にするっていう、この使い分けが個人的にかなり気に入っているポイントです。で、しかも、その10倍っていうのがデジタルズームなしの10倍なので、本当に綺麗なんですよね。なので、スマホをポケットに入れといて、パッと取り出して10倍ズームして、まあ、結構遠くにあるものとかも鮮明に写すことができるので、まあ、ちょっと出先で写真撮りたい人とか、動画でも10倍できるので、この辺のね、すごい広い超広角から遠くのものまで鮮明に写すっていうのを、この1台のスマホでできてしまうっていうところは、まあ、すごいね、メリットに感じました。で、あと個人的に、いいなと思ったポイントが、4K の 60p ですね、全カメラで撮れるようになりましたというところですね。まあ、撮影しながら切り替えはできなかったんですけども、超広角とか、望遠カメラとかでも 4K の 60p を撮ることもできるようになりました。で、あとは、100倍ズームですね。いつ使うんだよっていう100倍ズームなんですけども、月撮るとマジですごいんですよね。こんな感じの写真をですね、撮ることができます。はい。で、今回のこの S21 Ultra 5G はですね、20倍以上の望遠をして、2、3秒こう放置しておくと、自動的にですね、ズームロックっていう機能がかかります。まあ、これによってこう手持ちをしていて、結構遠くのものを撮ろうとしても、手ブレ補正が自動的にかかってくれて、
ズームしていてもですね、シャッターを押したらちゃんと撮れるんですよ。これ今までなかなかこの遠くのものを撮ろうとした時に結構ね手ブレとかしちゃって結構撮りにくかったんですよね。 S20 ウルトラの時とか。そこが大きく改善されたので本当にですね100倍望遠使っても手ブレなしでしっかりと撮影することができるようになりました。なので望遠がすごい楽しいというところもポイントです。であとスペック的にもですね、まあ、今年のまあハイエンドの性能がしっかり入ってますので、もちろんサクサク動くし普段使いで快適に使えるしゲームもしっかりできます。はい。まあ、気になる点としてはマイクロ SD がなくなったところと、あとバッテリー持ちもですね、前回検証した時にそんなにめっちゃいい感じじゃなかったので、その辺かなと思います。スペック面とカメラの進化っていうのは間違いなく感じることができて、非常にこちらですね使っていて楽しい端末になっています。ということで4月の買ってよかったものベストバイ第1位がこちらの Galaxy S21 Ultra 5G になりました。はい、ということで今日はですね、4月のベストバイということでお届けしました。来月5月はですね、Apple 製品がですね、続々と出てきますね。この動画が公開されているのはおそらく4月の29日だと思います。で、4月の30日に、Apple 製品の、予約開始争奪戦が始まりますので、多分明日はその動画になると思うんですけども、5月に新しい iMac だったりとか、iPad Pro とかね、その辺が出てきますので、まあ、ちょっとまず Apple 製品何買うのかっていうところと、何も買わないことはないと思いますので、まあ、買ったもののレビューとか、その辺もしていきたいと思います。ということで4月のベストバイは以上となります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。